アメフクラガエルは、フクラガエル科のカエルである。アンゴラ、ボツワナ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ共和国、スワジランド、ザンビア、ジンバブエで見られる。天然の生息域は、サバンナや干ク地、草地、農地、牧草地、プランテーション、都市的地域等である。アメフクラガエルは、地下に生息し、雨の後の夜に食事と交尾するときにの道上に、 現れる。体はずんぐりと丸く、顔は平らである。色は茶色で、一列の明るいきだいだい色のブッチと暗い、色の横縞がある。地中に住むカエルに、共通の特徴として、短く丸い獅子を持つが、講子は、隙のような形で、地下20インチまで掘ることができる。攻撃されると、膨らんで、穴の中に潜る。メスは、オスよりも大きく、そのため交尾の際に、 オスがメスを掴むことができず、メスは背中から糊の,のような分泌物を出してオスを繋ぎ止める。交尾中のつがいは地下に戻り、湿った地点に達して最適な場所を見つけると、そこでメスが卵を産む。卵が孵化すると、おャクシにはならず、直接3から6センチメートル程度の小さなカエルになる。アメフクラガエルはアフリカ南東部の温暖な森林や開けた草地に、 生息する。陸生種で、ウっにのみ育つ。個体数は安定している。ありがとうございます。